もういいんだ。もう全部終わったんだから。あとは自分が死ねば。何してるの？え？そんなところで何してるの？異空間に、異空間だぞ。 あれ、島バルゼ？異空間に放り込まれたけど。もしかしてはぐれた？島とバルゼは一緒かな。でも二人とも強いから、別々でも大丈夫だよ。嘘こけや。全然強くないよ。もうすぐ触れただけでもうさ、血玉になってしまうような連中だぞ。困ったな。本当は動かない方がいいんだけど、心配だし。まあ、動くんだろうな。で、一人になった。ああ、セーブポイントが再び。なんだ？カプセル。本？あ、今日はまた素晴らしいものを作り上げてしまった。たまたまできてしまったものなら、まあいいだろう。今回できた薬はカプセルの中に眠らせた人間を普通の人間に戻すという薬だ。カプセルの中に眠り続けている人間は、私の調合した特殊な薬で永遠に眠り続ける。もちろん、美しさを保ったまま。今回調合した薬は、その眠りを覚ますことのできるというものだ。ま、私の作品を壊すのはこの薬。利用価値はないが念のため保存しておこう。カプセルの中に何かあんの？ってことは。何か入ってんだ。中の液体酸って書いてある。中のものを取り出すのは無理そうだな。下に落ちてる楽譜酸。すべての楽譜が揃い、楽譜思いが完成した。楽譜が完成した。なんとか弾けそうだ。そうか、レイちゃんピアノできるもんね。何？あ、開いた。こっち開くんだ。なんや、お前は、顔や。これなんだろう、顔や。なんや、お前屈強な顔して。絵が3つ。痛えなあ、もう。歯車がいっぱいある。歯車がさ、どれか一つ飛んできたりせえへんよな。大丈夫やんな。カプセルでかっ。 でかいな、カプセル。縮尺にどうなってんねん。誰かいる。誰か入ってんのかわからないな。誰かいるんだ、一応。中はよく見えないな。大丈夫？歯車飛んできたりしない？ 痛えなあって。 さっき痛えなあって言っちゃったねな、普通に、素直に。素直な感想が出てしまったねな。開くんちゃう？開いた！扉だったんだ。でも道はないし行くしかないか。さてと、どうしたもんかねー。うわー！もう俺ぼっちじゃん。この分だと他の二人もバラバラっぽいねー。シバはいいとして、問題は、先にレイちゃんの方を回収するか。泣いてなきゃいいけど。三人を一斉に操作するわけか。ああ、セーブポイントはいるんだね。はーい、元気？お互い苦労すんね。レイちゃん回収する前に一悶着ありそうだね。バルツェ。バルツェ視点初めてだね。でも、はーい、元気？っていうのはさ、なんかあるんだろうな。これ。このセーブポイント今回は固定なんだよね。なんか前回はカラスとかさ、いろいろいたけど。なんか今回は固定されてるから、そこもなんかありそうだね。あ、いるやん。何も書かれてない絵を見て黄昏るなんて、あんた変わってんね。おかしいな。私はレイを待っていたんだが。お前に用はない。そう、カリカリしないでよ。木が短いんだから。レイはどうした？さあね。俺たちもバラバラになっちゃったし。ま、もし居場所を知ってるとしても。お前にレイは渡さない。絶対に。ほう、ずいぶん執着してるな。どうとでも言えば、人体実験ばっかの暗い日々を過ごしてるあんたにはマシな自信がある。もう一度言う。お前に用はない。わあ！こんなのを作ってたんだ。どうだ？美しいだろ？これも私の作品だよ。
あんたのセンス疑うよ。趣味悪。あ、あんたの作品一瞬で終わっちゃったけど。慌てるな。これはほんの一部だよ。お、お前の魔力は大方奪ったつもりだったのが、意外としぶといものだな。ああ、この館に来てからどうも調子が出ないと思ってたけど、やっぱあんたの仕業だったのか。悪魔がこの館に迷い込んだと聞いてね、少し細工をさせてもらっただけのこと。愚かだな、こんな術すら見抜けるとは。本気でやばいな。さーて、うわっ、一体何匹飼ってんだよ。ね、サソリバチだな、完全に。軍隊バチだな。悪いね、芝。最後に何か言いたいことあるかな？へえ、じゃあ最後に一言だけ。これで終わると思うなよ。え？バルツで終わっちゃったの？え、バルツでそんな簡単に終わっちゃったの？で、そんな玉じゃない、あいつは。芝、見事にはぐれたな。どっか折れた風でもないし、腕の怪我もひどくなってない。動き回るのは十分可能だけど。いや、レイちゃんなら多分僕たちを探すだろうな。で、バルチはレイさんを探すそうだな。バルチはそんなすぐ終わる球じゃないと思うけどな。絵画がいっぱい。また手出てくんじゃねえだろうな。もういいよ、手出てくんのは。もう出てこなかった。疑ってすいませんでした。お、紙だ。道を知ってる彼女は臆病。なかなか出てきてくれない。道を知っている。はい。諦めず何度も部屋へ。そうすれば彼女の方から現れる。何度も部屋に？ほう。真実の道を示す女性は誰か。女性がいるってことだよね。何度か部屋に入ってみるか、じゃあ。誰かってことは何人か出てくるってことでしょ？出てこないね。何度も部屋に入ればいつか現れると。何度か出入りしてみる。あ、いるやん。海外の中に入ったけど。あーあ、バレちゃった。おお、扉が、これ扉って認識よくでするな。お、これは？うわあ、これはちょっとグロテスク。レイちゃんがいなくて本当によかったな。ん？締め方よ。締め方。逃がさない。わあ！立ち上がった！起き上がった！生きてたのか！これはまた荒っぽいことしなきゃいけなさそうだ。あれ？あれは、さっきの仮面の人。どういうことだ？僕を助けたのか？ん？あれ？あなた、どこかで。芝、ごめんなさい。どうして？どうしてあなたは母さんの顔をしているんだ？もう時間がない。彼に渡した対価が。待ってくれ！あなたは母さんなのか？いや違う！母さんはもう死んだんだ。あなたが、僕の母さんだはずがない。芝、聞きなさい。その姿で僕の名を呼ぶな。ん？あ！芝？なんだこれ？頭が割れる！ダメ芝、思い出しては。まったく困ったものだ。
あー消えちゃった。母さん、母さん、そうか、貴様、あの時の、なぜ僕のこと、ほう、覚えていないのか。ん、あ、素晴らしい、これこそまさに我が妻だ。あとは記憶をどうするかだな。しかしこれでにいい報告ができる。あの子もきっと喜ぶだろう。ん、なんだ貴様、一体どこから忍び込んだ。え、あ、そうか、あの記憶に続きがあったんだ。ここは私の研究室だぞ。無駄に立ち寄りることは許さねえ。あんたが僕の母さんを敵討ちだ。ヨウが殺しに行って、その母体を使っちゃったんだ。母さん、あ、私の妻のパーツになってくれた奴のことか。うん。貴様の母親は何が秀でていた？艶やかな金色の髪か、しなやかな白い指か、それとも、宝石のように美しい青い目か。なんだよ、そんな言い方しなくて許さない。あんただけは絶対に。おい待って、貴様、その剣を捨てろ。あんたなんか、生きてる価値もない。よせ、やめろ。で、その後に食ったんだ。全部燃えればいい。全部燃えればいい。全部もう戻っては来ないのだから。そうだ、僕は全部燃やしたんだ。家族写真、母さんからもらったペンダント、父さんからもらった医学書、全部自分で燃やしたんだ。それからは、ああ、あいつか。覚悟決まった？決めたよ。僕はまだ死ねない。そう、お前と契約するよ。そう、来なくっちゃ。それで、契約と対価は？契約ねえ。ん？俺がお前に望むことは一つだけだ。あ、何？お前が幸せだと感じないまま死ぬのは許さない。は？お前が幸せだと思えないまま死ぬのは絶対許さない。言ってる意味がよくわかんないんだけど。別にいいんじゃない？悪い響きしないでしょ？もう。はい、じゃあ契約時報終了。それで名前は？は？名前だよ。あくまでやって名前はあるだろ？俺はバルゼ。僕はシバ。知ってるよ。そうか。ところでタイカっていうのは？もう決めてやる。え？タイカは、そうか。レイちゃんのお父さんを殺したのは僕だったっけ。僕の対価は思い出のものじゃなく思い出の記憶。あ！これで邪魔者は全て消えたわけだ。ん？はあ、オルビアを作ったまがいものか。食べるんだ、それも。シバも食べられちゃった。ふん、醜い化け物ね。貴様らに興味はない。貴様が完成したのも私の助太刀あってこそだがな。
私をそんなので言うことあるまい。さて、あとは霊を捕まえれば、すべてが私の望んだものとなる。霊は絵画にしようか。それとも、カプセルの中に永遠に保存しようか。ん？冷たい、足冷たい。霊視点になった。霊しかもういないんじゃないか。でもだって一応そうだよね、霊しかいないっぽいけどな。柴とバルツェどうなってんだ今。剣、これは？この剣まだ錆びてない。剣を手に入れた。今更やな。剣なんていろんなとこにあったと思うけど、なんとか扱えそう。何、後ろから刺すの誰かを。やだなぁ。何？ここは。ろうそくに火をつけますか？ろうそくに何か火をつけないといけないの？ちょっと待って。どうせつけたの、なんかつけんの間違えたらさ、ドーンってなるんでしょ？分かってんだから。じゃあつけてみよう。全部とりあえずつけよう。お、本が出てきた。妻のユリアの形がだいぶ整ってきた。まだところどころ未完成だが、なかなかの出来である。まったく、妻を仮装などしなければ、他のものの部品など必要なかったというのに。しかし、妻の体を一部に組み込んでいるせいか、今作っているユリアはピアノの音に反応を示す。やはりレイトの記憶が体に残っているのだろうか。とはいえ、やはり私たちと過ごせた日々の記憶はこれから植え付けていかなければならないだろう。おお、これも父の日記だよね。お、扉が増えてる。この扉の顔やめてほしいな。ん？ろうそく部屋？ここは？行き止まりかな？シバ・バルツェどこにいるんだろう？うおー、出てきた！お母さん。うん、違う。あなたは私のお母さんじゃない。なに？背景が真っ赤に。なんとかしなくちゃ。何を、なんとかする。どうする。炎を灯す。炎を灯していく。行くぜ！それは無理や。よし、着いた。よし、着けた。火に反応してる？ピアノだ！ピアノ？そうだ、私楽譜を。思いっていうのがあったよね。思いを使った。ピアノの音に反応を示してくれるんじゃないかな。レイ。ん？あ！剣が落ちてる。シバ？よかった、無事だったんだね。シバどうしたの？ごめんね、レイちゃん。え？本当に、ごめん。この人は、僕がもらっていくから。待って、シバ、どういうこと？よくわかんないよ。大丈夫。今の僕なら、君を元の場所に返せる。私を元の場所に？さよなら、レイちゃん。待って、シバ！しかも半透明だったぞ。幸せなまま死ぬことは許されないから、死ななかったんだろうけど、その後気がつけば、
私は自分のベッドに横たわっていた。おじいちゃんの話によれば、私は北の館の前で倒れてたという。おじいちゃんに島のことを聞いたけど、おじいちゃんは首を横に振るだけだった。良い調べだな。うん。きっと、芝居の鼻向きになっていることだろう。私は、自分の部屋に戻っている。芝の葬儀が決まり次第、お前に伝えよう。千葉、バルツェ。悲しい真実、エンドニオー。なんやこれは。